鑑定スキル普通に楽しめましたね。人を見定めるだけで話が作れるのかって思ってたけど、最後のバトルもめちゃ熱くて、しっかり才能を見抜いただけのことはあるなって感じでかっこよかったです。来週も楽しみですね。以上、鑑定スキルのお話でした。